皆様、大変長らくお待たせいたしました。本日は雨の中お越しくださいまして誠にありがとうございます。またインターネット配信をご視聴いただいた皆様も誠にありがとうございます。さあ、それではただいまより東京ガンダムプロジェクト2014キックオフイベントを始めさせていただきます。私、本日の司会進行を務めさせていただきます斉藤由紀と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、2012年から続く東京ガンダムプロジェクトはこの臨海副都心エリアの活性化に貢献してまいりました。2020年東京オリンピック・パラリンピック開催も決定し、世界中からこの臨海副都心エリアに多くのお客様が訪れることに期待が高まっております。そして今年の東京ガンダムプロジェクト2014では実物大ガンダム立像がプロジェクションマッピングを活用した新たな姿で登場する一大スペクタクルエンターテインメントショーなどを実施してまいります。また昨年スポーツ祭東京2013をはじめ東京都のさまざまなスポーツイベントを応援しましたが、今年も引き続き東京のスポーツ振興に協力し、今年の8月夏真っ盛りの東京都各所で開催されるきらめく青春南関東総体2014を応援いたします。きらめく青春南関東総体2014は君の汗輝く一滴勝利の雫のスローガンのもと、東京都、千葉県、神奈川県及び山梨県の南関東4都県において開催される高校生最大のスポーツの祭典です。ぜひ今年の東京ガンダムプロジェクト2014の活動にご注目くださいますようよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速セレモニーを始めさせていただきます。東京ガンダムプロジェクト2014は東京ガンダムプロジェクト2014実行委員会主催のもと、協賛ダイバーシティ東京プラザ様、バンダイナムコグループ様、セブンイレブンジャパン様、ほか関係各社各団体のご尽力において実現しているプロジェクトでございます。それでは開会に際し、主催者を代表いたしまして東京ガンダムプロジェクト2014実行委員会会長で東京工府等株式会社代表取締役社長の平野雄二よりご挨拶させていただきます。ではお願いいたします。皆さんこんばんは。
東京ガンダムプロジェクト2014実行委員会を代表いたしまして、一言ご挨拶させていただきます。都立シンボルプロムナード公園を管理運営しております東京コーフト株式会社の社長の平野でございます。本日はあいにくのお天気になりましたが、ご対応中の中、株式会社バンダイ代表取締役社長上野様をはじめご来賓の皆様にお越しいただき大変ありがとうございます。当実行委員会は東京ガンダムプロジェクトを通じ、誰もがスポーツに親しみ、子どもたち若者たちに夢を与える社会づくりに向けて、東京都のスポーツ振興の推進と臨海副都心エリアの活性化を図ることを目的に企画したものでございます。2020年東京オリンピック・パラリンピック開催が決定し、臨海副都心エリアは今後ますます注目され、世界中から多くの人たちが訪れることになります。東京ガンダムプロジェクト2014ではキックオフイベントとして、本日より4日間プロジェクションマッピングを上映することで、この臨海副都心エリアを盛り上げてまいります。本日キックオフイベントとしてプロジェクションマッピングのショーをご覧いただきますが、夏にもガンダム実情によるプロジェクションマッピングなどを活用したエンターテインメントショーの開催を予定しております。お楽しみをいただくことを希望いたします。またスポーツ振興への貢献として、今年の夏には高校生一人一人が主役となり、熱く盛り上がるスポーツの祭典、全国高等学校総合体育大会きらめく青春南関東総体2014を応援するため、高校生たちによるブラスバンドやチアリーディングなどのパフォーマンスの披露をしていただくことを予定しております。シンボルプロムナード公園は昨年東京テレポート前の夢の広場が完成し、またお台場の大変素晴らしい景観を楽しみながら走ることができるランニングコースを開設するなど、さらに皆様にご愛用いただける公園の整備が着々と進んでおります。今後ともより一層魅力ある公園をご提供できるよう我々努めてまいりますので、引き続きご愛顧たれま構わりますようどうぞよろしくお願い申し上げます。最後になりましたが、ご協賛いただきました関係者の皆様に心から御礼を申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。ありがとうございました。